たっちゃんの寺話の時間です。スタジオには今日もたっちゃんこと川田達也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。毎日暑い日が続いておりますけれども、はい、あれですよ、再放送でお聞きの方もいらっしゃいますが、今日放送日としては、7月26日ということで、日本の深夜、はい、まあ、正確には明日の朝、明日の午前2時半ぐらいですけども、パリオリンピック開会式。そうですね、忘れておりました。セーヌ川というらしいんですけど、セーヌもうおしゃれなんか、でも水質は道頓堀川よりもだいぶ汚いっていうだいぶひどいという話を、ね、ニュースになっておりましたけどね、どうにかしてくれてるんでしょう、まあ、どうにかしてくれてるんでしょう、はいはい、その辺も楽しみでございますが、はいはい、ではいつものコーナーからスタートしましょうか。たくさんお願いします。本日の文化財ニュース、そのパリオリンピックにちなんで、フランスの作曲家ドビュッシーの曲を7月はね、はい、セレクトしてくれてましたけど、まあこれはもうド定番という、そうです、これはもう最後にかけなきゃと、ドビュッシーといえば、はい、月の光、ベルガマスク組曲よりでございますが、はい、これに乗せて、今日の文化財ニュース、鹿児島の話だね、はい、7月19日付南日本新聞ですが、国の登録有形文化財経年劣化に耐えられず市役所本館外壁タイルが剥離、1億3000万かけ点検回収洗浄へとありますけども、鹿児島市の話ですね。はい。まあ、これは皆さんよくご存知の建物だと思いますよ。もう鹿児島にね、はい、特に鹿児島市内に住んでる方々は、うんうん、まあ、これはよく見る建物ですね、うん、鹿児島市役所、まあ。いわゆる鹿児島市役所といえば、あれっていう建物ですよね。そうですね。はい、あの古い建物、ね、いい感じの。はい。今のデザインとはちょっと違うデザインですね。まあ、市役所庁舎の建て替えとか、愛良市でもやってますけども、うん、まあ、いろいろ建て替えたりする自治体も多い中、鹿児島市のこの建物はね、国の登録有形文化財になってるっていう。そうです。建物自体が文化財っていう、貴重な建物ですが。はい、なんですが、はい、まあ、完成したのが、うん、これ1937年6月なので。1937年、戦前ですね。はい、もう、築90年ぐらい経つ建物なので、で、はい、地上3階と地下室の鉄筋コンクリート作りということで、うん、当時の大蔵省永前管財局というところが設計したところでございます。国が設計したの？はい。なので、さすがにね、もう古いですから、だんだんこう、うん、痛みが出てくるわけですね。はいはいはい。で、1974年と77年に外壁を全面改修して、はい、うん、その後ですね、こう10年に1回ぐらいこうタイルの張り替えをしているんですが、はいはいはい、まあ、今回ちょっとそれがまた古くなってきてですね、うん、その外壁が40枚から50枚ぐらいこう剥がれてしまっていると、うん、はい、いうことなので、これはもう一回ちょっとやり直そうと、いうことで、うん、鹿児島市がですね、2024年から2025年度に、こう、全面点検をしようと。はいはい。いうことで、そこに1億3000万円の予算がついた。まあ、この金額見ると大きいように見えるけれども、うん、まあでもこの建物を今もう一回作りましょうって言ったら、もうどえらい金かかるわけだからさ。もう何十億とかかりますから。まあ、それぐらいは仕方ないんじゃないのっていう気もするけどね。そうです。もう全然これはだからもう、出すべき出費です、うん。鹿児島市はでもどうしていくつもりなんでしょうね。その、今、県内各自治体で、愛良市もそうですけど、うん、まあ建物が、まあ大体5、60年経って、旧合併前、旧庁時代の庁舎とかが、はい、まあ、老朽化してきて建て替えっていう自治体多いじゃないですか。うん、愛良市は、立派な庁舎ができましたけども。はい、まあ鹿児島市これ使い続けたいんでしょうね。使い続けるんでしょうね、やっぱり。うん。でも、どっかでさ、やっぱ無理が来るじゃない？はい。さすがに。うん。まあ、なんだろう、耐震基準とかもさ、全然違うわけじゃないですか。うん。まあ、風も近くにあるし、そうですね。ちょっと台風も来るし、みたいな。海も近いし。みたいなことを考えると、はい、まあ、どっかに新しい市役所庁舎を作って、これはまあ、なんか別の用途にするか、なんか、こう、保存する方法を別に考えるか、みたいな感じにどっかできそうな気がするけどな。まあ、おそらく100年ぐらいになる。と、うん、そういう方向になるんじゃないですかね。100年か90年か分かりませんけども、まあでもね、1億3000万金額大きい気がしますが、まあこれ鹿児島市の持ち物なんで、鹿児島市民がまあ大体60万人とすると、1人200円ぐらいですよ。もう市民1人当たりにすると1日のお昼ご飯まあ今時200円で食べられるもそんなないけどそんなにないけどさ、確かに、うん、あれでも最近コンビニのおにぎりでも1個200円くらいするから、ね、いやしますね、普通にもう白いおにぎりでもね、うん、それがしますからね、お腹いっぱいにならないけども、まあでもまあそう考えるとね、はい、まあ、それぐらい年にまあ 5、6年に1回でしょ、そうです、6年に1回の補修点検にそれぐらいかかりますが、まあしょうがないんじゃないかなっていう気が個人的にはしますが、いやもう全然ですよ、しかも今回のこの補修に関しては20万ぐらいで済みます、はい、なるほど。で、これタイルを張り替えて、うんうん、で、これから洗浄とかいうのにそれぐらいお金がかかっていくと。ね、で、おそらくこの建物がなくなることはなく、うん、はいはいはい。
まあ、何かしらずっと活用されていくんだろうと思いますので、うん、はい、皆さんのご協力をよろしくお願いしますと。鹿児島市民の皆さんのご協力、ね、はい、鹿児島市民の皆さん、はい、よろしくお願いしますというところで、はい、まあこれはね、あのやむを得ないかなと思いますが、まあだからそういうね、貴重な建物が市役所の庁舎として使われてんだぞっていうのをね、うん、またね、近くを通った時は改めて眺めてみてほしいですね。はい、ね、はい、今日の文化財ニュースは南日本新聞から鹿児島市役所の本館の外壁タイルの話でございました。はい、はい、では本編スタートしていきたいと思いますが、今日はね、ちょっとたつさんにリクエストしてこんなテーマでどうよっていうのをお願いしたんですけども、はい、今日はね、江戸時代のメディアです、うん、メディアの話、まあ我々ラジオやっておりますが、はい、ラジオの放送が始まったのは1925年でございまして、うん、大正14年、もう来年100年、そうなんですよ、ね、来年ね、日本の放送メディア100周年なんですよ。あ、これは気にすべき。多分ね、ラジオ業界がね、ちょっと今ぐらいからざわざわ、来年何やるみたいな、ね、何もやらんわけにはみたいな。確かに、何かしなきゃいけない。ラジオ業界ちょっとざわざわしてるんですけど、はい、まあその放送メディアは大正時代から始まったわけですが、当然それより前にもね、メディア的なものはあったわけで、うん、まあ印刷メディアというか紙メディアというか文字メディアというか、ね、はい、そういうものはね、いろいろあったわけで、じゃあ江戸時代あたりはどうだったのって話を今日はしてみようかなと思っておりますが、うん、まあイメージとしてはこうなんか、江戸時代、時代劇とかで見るのは街中で、はい、よっといれよっといれって言いながら、はいはいはい、なんか売ってるやつ。紙を売ってる人がいますね。はい、あんな感じのイメージですけど。そうですね。はい、ああいうのがやっぱあったんです。あったわけですね。実際にあった。と実際の形はあれとはちょっと違いますけども、あ、そう、うん、まあ、売ってるものとしてはあれが正しい。はいはい、あれ売ってるんだよね、あれ、ね、売ってます。うん、はい、あれが何、その売ってるものなんだっていうと、はいはい、これも皆さんご存知、瓦版。瓦版ですよね。というものですね。今でもあれよね、丸々瓦版みたいな名前のついたメディア結構あります、ね、結構ありますね。だからそう思うとすごく革新的なメディアですよ。鹿児島県議会だよりって県政瓦版みたいな名前じゃなかったかな。なんかあった気がしますね、それ。ちょっと違ったらごめんなさいですけど、なんか鹿児島県政に関わる印刷物、確か県政瓦版っていう名前だった気がします。うん、はい。瓦版ってつくとこう、うん、不定期でいいので、うん、はいはいはい、便利なんでしょうね。はいはいはい、確かにね。まあね、瓦版っていうのは、うん、どういうものかと言いますと、まあ、江戸時代ですね、いろんな事件をですね、はい、これ木版です。木版ですよね。基本は木版です、はいはい、で木版で印刷して市中を売り歩いた、はい、一枚刷りの。一枚物なんだよね。基本的に一枚物です、はいはいはい、まあ、出版物のことをですね、はい、まあ、瓦版と、うん、まあ、大体こういうことを言われます。これ話は横道にそれますが、はい、メディア史みたいなのをちょっと学ぶとですね、うん、このメディア技術というかね、まあ、印刷物だったら印刷技術みたいなこともちょっと学ばないといけないわけです、はい、でこれ木版ってことはさ、版を彫る人がいて、はい、それにこう墨を塗って、うん、上から紙を押さえつけてするわけですよね、うん、だから現代風な言い方で言うと、これ突破印刷なわけですよ。そうですね。突破印刷をやってるわけですよ。はい。はい。っていうことを江戸時代にもやってたよと。そうし、それを手でね、しっかりって。手で掘って、手で吸ってやってたんですね、うん。はい。これ大変ですよ、でも。大変なことですよ、これ。大変なことですよ。はい。はい。で、うん、まあ、最初の内容ですよ。うん、出始めの内容はですね、うん、まあ、これはまあ、当時の、なんでしょうね、これが起こると街がざわつく、はい、心中。心中、曽根崎心中、ね、はいはいはい、ああいうのは、まあ、なかなか起こらないので、はい、ひとたび起こると町の噂になるわけですね。ああ、まあこうワイドショー的なことですかね。そうですね、うん、あとも仇討ちとか、仇討ち、あとは刑でこういう刑があったとか、はあ、火事が起こったとかですね、こういう奇怪な事件が起こったよと、まあ、事件事故なんだね、やっぱり人々の関心事は。そうですね、忠臣蔵とかもそうだもんね。まさにそうですね、うん、でそういうのが一番最初に、はい、書かれてよく出されてました、うん、瓦版として、はい、まあ瓦版っていう名前はまた後の話なんですが、うんうん、この歴史の一番最初ですよ、瓦版の、はいはい、最古とされるもの、うん、これがですね、はい、このまあ明確な証拠というか、はい、まあ、1615年に出たものだと言われてるんですが、江戸時代の初期も初期です、ね、初期も初期ですね、はい、1615年に出たという明確なものは残ってないんですが、うん、とある大事件をですね、うん、報じたものが、最古の瓦版と1615年なんだっけされるんですが、はい、さあこれは一体何でしょう。1615年なんだっけ、江戸時代のすごい初期の方の大事件、なんだろう、大事件です。とある戦です。大阪夏の陣、はい、これ大阪夏の陣の結末をそうなんだ報じたというものが、はあ、この最古の瓦版とされています。へえ、すごで一応ですね、うん、この大阪の夏の陣の様子をですね、うん、瓦版チックに
印刷したものが数点残ってるんですが、まあ大体後から作ったっぽいと。ああ、まあまあ、こう、後の時代になって、こう、複製というか似たようなものを作った。はい。ただし、はい、1点だけ、はあ、これはちょっと当時出たっぽいぞというものが残ってます。はあ、ただ明確には書いてないので、はあ、完全なる証拠ではないんですが、この夏の陣のものが最古だというものを否定、できなくできするぐらいのものが1点だけ残ってるんですよ。へー。だからまあその、うん、本当かどうかわからないですけど、はい、まあ一般的には、まあ、1615年、うん、大阪夏の陣徳川が勝ちましたっていうのを報じたものが、はいはいはい、カラバの一番最初だというふうに、まあ歴史上の大事件ですからね。そうですね、言われてます。いやでもさ、なんかこれより前はその前言った戦国時代じゃないですか。はい。とかはさ、そのこういろんな、なんていうの？現代まで残ってるものも博物館とか資料館で見ることありますけど、まあ基本的に文字じゃないですか。文字です、ね。手紙とかさ。はい。なんかその文章じゃないですか。うん。だから急に絵が出てくるよね。絵なんですよね。やっぱそこはなんていうかこう、偉い人同士のやりとりじゃなくて、庶民に伝えたいがあったのかなって僕は想像するんですけど。うん、これまだね、江戸の初期ですから、うん、江戸って結構識字率が高かったというものの、まあまあ言われるけどね、うん、とはいえね。とはいえなので、うん、やっぱ絵を入れて人々に分かりやすくっていうのが第一にあったんでしょうね。だからこう、うん、なんていうのかな、情報の流れる方向性が違うというか、うん、偉い人間のやり取りじゃなくて、こう庶民向け、やっぱマスメディアですよね。そうです、マスメディアですよ。マスメディアっぽいですよね。完全に。うん、だからこれがちょうど400年ぐらい前にでき始めてると。へぇ、1615年。で、ね、このあたりからおそらく、はい。この瓦版的なものがだんだんこう街に出る始めるわけですよ、はいはい。ニュース媒体として。なるほどね。ただもう残ってません。うん、現存してるものはほぼない、うん、そうです。この1600年代、1700年代ってものはほぼないらしいんですが、うんうん、この時代から出てくると。はい。で、あんまりこういうものが、どん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 出てくると、はい、幕府はちょっとこう、具合悪いわけですよ。ああ、まあ、そうね。勝手にいろいろ報じられてもみたいな。うん。うん、しかも、江戸って、うん、そんなに広い町ではない。確かに、そうだ。ので、うん、あっという間に広まるわけですよね。はいはい、噂が何かが出ちゃうと。しかも枝葉がついて広い。江戸っ子が枝葉をつけますから。ゴシップほど枝葉がつくっていう。そうですね。うん、なので、はい、これ1673年にですね、出版規制がまず出ます。はい、おー、なるほど。さっき神獣とか、あだ討ちとかそういうものが、書かれてましたけども、はい、その噂事とか、はいはい、人の善悪に関する出版物は禁止と。うん、あ、禁止されるんだ。禁止されます。まあ、ある意味言論統制的な。そうなりますね。ことが行われたわけですね。うん。で、さらに、はい、1684年にはですね、うん、そういうものを辻とか橋のたもとで販売したらダメだ。うん、販売禁止。売るのもダメよ。売るのもダメ、うんうん。っていうのが出てくるので、やっぱりこう、もうそういう頃には、この瓦版というものが結構市中に出回りまくってたという。出回りまくってたから、もう書くな、売るなっていうことになったわけですね。そうですね。うん、で、どんどんこう、娯楽色が強くなっていくわけですよ。はいはいはい、まあね、今でこそ日本は、憲法の下で表現の自由が認められているので、うん、まあいろいろ議論はありますが、はい、まあでもね、まあ基本的には、自由に報道して良いと。まあ、嘘を書かなければ。そうですね。嘘を書かなければ。書かなければ、まあ、自由に報道しておいと、はい。どんなテーマを使うかはね、うん、自由にやりなさいと。まあ、報道の自由みたいなものも、認められてるわけですが、江戸時代はそうじゃなかった、うん。そうじゃなかったと。ですね。で、でもこうなってくるとですよ。うん、当時の江戸の人たちですよ。うん、言うと聞くわけないですからね。まあ、まあ、そうだろうなってことは容易に想像ができますよ。はい、抜け道を見つけながら。はい、わかりましたとはならない。ならないですね。うんうん、で、一応こう表面上ですよ。はい、取り繕うわけですよ。表面上はルールを守るように見せる。はい、噂話書かないで、はい、まあ、主に何を書いたかというとですね、うん、まあ、重大事件の場合は書いたそうですけどもね、はいはい、あとはまあ、吉凶の予言ですよ。こういうことが起こります。吉凶の予言か。これもだいぶ怪しい。だいぶ怪しいですけどね。怪しいけど、まあまあ、当時は関心事だったんでしょうね。あとは神仏、神仏の、はい、忌憚、霊言ですよね。ああ、こんなご利益があったよとか。ありましたとか。はあ、でそういうところにちょっとエッセンスで混ぜ込んでいくわけですよ。あ、まあまあ、書きぶりでね。はい、うん。なるほど。あと、これは江戸っ子大好き。因果応報のお話。因果応報。こういうことがあったから彼はこうなったとか。ああ。こういうことがあったから彼はこういうふうな、いいこと、いい立場になりましたとか。まあ、なんか、あだ討ちとかはまあ、書くなって言われたけど、まあ、結構それに近いことは書いてたみたいな。そうですね。うん、でここまでがまあ、そういうちょっとこう、人々が本当に好きそうな内容ですよ。はい、うんうん、で、これ意外とそのやっぱメディアとしての、うん、力もあって、はい、一つ目がですね、うん、怪言。あ、怪言。
まあまあ江戸時代もね頻繁に改元してますからね、うんうん、これはやっぱ皆さんにお知らせしないといけないですから。そうだね、元号が変わりましたよってお知らせしてもらうと困るよ。困りますよ。うん、一応ねこの何ですかね、はいはい、いろんな不備が出ますから。そうだよね、あれ改元したよと書類どう作っていいか分かんない、分かんないですから、うん、そういうのをこう知らせるの力もあったと。なるほどね。で、はい、もう一つこれ災害、ああ災害報道ですか。はい、災害報道もありました。はい、で、まあ、まあ大雨とか、そう地震とか、地震とかそういうことか。そうじゃまた火山の噴火とかもあります。ああ確かにそうだね。でこういうものを出して、うん、でこの頃になると、うん、江戸時代になるとこれもう一個ですね、このメディアが広まった原因として、はい、要因として、うんうん、街道が整備された。街道が整備された。東海道、はいはい、中山道、五街道ですか。はい、五街道というのが整備されましたから、はいはい、こういうですね瓦版とかこういうメディアがどんどん周りに広がっていくことができたと、うんね、いろんなこう情報が流通するようになったということですか。そうです、うん、それもあってこう海原とか災害とかこういうものをですね知らせる、はいはい、そうか、江戸時代って富士山も吹いてるもんね。そうですよ、バンバン吹いてますからね、うん、そうだね、うん、でもあれですね、だから、それだけの力を持つメディアがあったってことは、まあ今でいうとこの新聞社みたいな出版社みたいな機能を持ったところがあったってことですね。そうですね、うん、でそれがちゃんとした新聞社とかではなくて割と自由にみんな出してたと。記者みたいな仕事の人もいたってことだね。いたんでしょうね、やっぱり。記者っていう呼び方じゃないでしょうけど、うん、その辺を歩いて情報を得て、いたでしょうね。記事を書いて絵を書いてってした人がいたんでしょうね、うん、写真ないからね。ないですね、絵を描く人もいますよね。特にああいうね、うん、来年の大河の田谷十三郎のとことかはそういう担当の人いたかもしれないですね。絵を描くだけの人とかいただろうね。で、こういうのがまああったと、うん、で最後はですねこれ割と明治大正ぐらいの新聞まで続きますけど、はい、中高事前の話っていうのがありまして、こういい話いいことをした人、親孝行したとか、ああはいはい、いい話だ、いい話、いわゆるいい話、はい、うん、そういう話も載せるようになってきたと。ああまあまあエンタメとしてそういうの好きそうだもんね。そうですね、いわゆるいい話、うん、うん、だこういうのが主なトピックとして出てました、はい、まあ、でもそれでもですねやっぱ幕府はこう規制をするわけですよ、うん、そんなもん書いちゃダメだろって言って、うん、特に厳しかったのがですね、はい、3つの改革が学校で習う江戸時代の、はいはい、享保の改革、はい、寛政の改革、はい、天保の改革、あのあたりがやっぱりこう、うん、規制されたそうですね、随分と。あまあだから今でいうとこの政府批判みたいなことを書きたくなっちゃうんだろうけど、うん、書くなよってことか。そうですね、うん、でそれまで江戸幕府ができても100年ぐらい経つわけですけども、享保になると、はいはい、うん、だんだんそっちに目が向き始めるわけです。あ政治がやっと安定してきて。そっか、なるほどね。でそれまで出版に対する規則なんかもなかなかねこう1600年代には出てはいますけども、うん、絶対的なこういう目安ではなかったわけですよ、うんうんうん、それがこの時期からだんだんこう固まってきて、うん、こうジャーナリズムというものをこうちょっとこう規制し始めるというものが起こってきた。いやだから今さ我々は SNS もあったりとかしてさ、こうなんていうの、政治家の個人名を挙げて批判したりもできるわけじゃないですか。はい、まあそれはなんか当たり前のようにやってるけども決して当たり前じゃないってことがわかるよね。そうですね、政治体制が違えばね、うん、直ちに捕まるってことがあるからね。いやそうですよ、で命取られますから、うん、国が違えばね、で割と近代でもやってるからね、うん、やってます、ね、やってる国はね、うん、確かに。でこの時期木版がねこう、はいはい、広まって始めたっていうのもありますね。これだからね、なんかこれ番組始まる前に達也とも話したんだけど、その人類最大の発明の一つは文字じゃないかっていう話をしてたんですよ。はいはい、まあ、文字は確かにそうだろうなと思うんだけど、文字と合わせてね、活版印刷は結構、うん、グーテンベルクはそれに相当するんじゃないか、まあ、本人はね全然そんなつもりなかったみたいですけど、はい、電気とかを読むと全然そんなつもりなく作ってたみたいですけど、まあ、でもこう人類史に与えたインパクトというと活版印刷でかいんじゃないかなと思うけど、うん、それとは別の文脈で日本ではね、まあ、中国からでしょうけど、うん、アジアはアジアでね木版をやってたわけですから、ね、そうなんですよ、大したもんですよ、ね、しかも活版は入ってきてるのに日本にも、うんうん、そういうのは一点物ばっかり作ってて、はいはいはい、広まらずに木版が広がるっていう、この、ね、日本の謎の文化、やっぱ木があったからじゃないですか。まあかもしれないですよね、ふんだんに木があったからやっぱ木版だってなる、うん、それもありますよね、うん、という気はするけどな。でこれ、日本とヨーロッパでちょっと違うのが、はい、この出版がこうバーンと展開されて、はい、ヨーロッパだとですよ、うん、この出版事業が展開すると、うん、市民革命が起こるわけですよね。そうだね、うん、でも日本はそれ起こらなかったんですよね。まあなんだっけ、宗教改革とセットで広がっていったからね。まあそうですね、うん、ヨーロッパの場合はね、うん、だそういう違いもなんか面白いなって、確かに、ね、ヨーロッパと日本のこの
報道メディアの存在で引き起こされたことが違う。なんか、まあ、今日のテーマからちょっと外れるかもしれないんで、まあ、まあ、ただの余談ですけど、はい、それこそヨーロッパ、活版印刷が発明された時代と宗教改革の時代が被ってるからさ、まあ、被ってるからっていうか、まあ、因果関係があるからなんだろうけど、うん、聖書が、たくさん出版されて、一般の人にまでそのキリスト教がね、はい、ラテン語じゃなくて、読める言葉で広がっていくっていう現象が起きるんですけど、はいはい、うん、日本だと仏教とかはなんかこういうなんかメディアみたいなものを利用しようみたいな動きはなかったのかなって単純に疑問として浮かびますけどね。仏教なんかやってそうですけどね、うん、ちょっとなんかそこそこ、まあどうだろうな、一般の人たちに広めるためにじゃあ木版でたくさん経典を刷って配ろうみたいなことにはならなかったのかな、うん、ならないかもしれない、まあ、読めないかな、うん、簡単に読めないでしょうね。確かに、うん、普通の文章でもはるかに難しい内容ですからね、うん、なんかしらやってそうですよね、やっぱ当時の仏教界とかいうのは、うん、そういうのしそうですね。仏教とメディアみたいなのもちょっと面白いなって今と思ったんですけど、うん、まあ、今日のテーマではないのでこれは改めてどこかで、ね、どこかで改めてやりましょうですが、はい、はい、まあ、今日はね、江戸のメディアということで瓦版の話をしておりますが、はい、ではこの辺で一曲いきましょうか。はい、じゃあ瓦版とかこういうのがですね、噂話ありますから、はい、まあ、信じるか信じないかはあなた次第ということで。なるほど。イマジンドラゴンズ、ビリーバー。 89.1 I love you FM Stay tuned。 どこかの企画展。日本全国津々浦々、全国各地でいろんな企画展が行われておりますが、その中からタッツさんがこれはっていうものを見つけてピックアップしてきてくれるというコーナーになっておりますけども、今日はね、伊賀の里です。伊賀の里、これはなかなか行く機会ないですよ、はい、まあ、三重県伊賀市ですね、はい、の企画展で、タイトルが、夏の通常展夜の景色、はい、秋月明の月と星とということで、うん、どんな企画展ですかこれは。これはですね、うん、まあ、伊賀市のミュージアム歌の家、青山歌の家というところでですね、まあ、夏の通常展なので、うんうん、はい、毎年夏にする企画展のようですが、このミュージアムはあれですかね、そのこう公的なところじゃなくて、施設自治館みたいなことですかね、はい、施設に近いですね。ですかね、もしかすると。はい、ここはですね、うん、もう亡くなってるそうですが、はい、水墨画家の明さんという方の描いた絵と、はい、あと秋月さんが集、うん、まあ、いろんな仏画であるとか古美術を持ってるミュージアムだそうですが、はい、この時期ですね、それをこう展示室にダーッと並べます、はいはい、うん、でここからがですね、この展示の特殊なところで、はい、展示室の電気全部消します。電気を消します。全部電気を消して、その真っ暗の中にですね、うん、作品を LED で照らす、はい、LED で照らす、はい、こうしかもこうキャンドルライトで、あ、 LED のキャンドルライトでね、はい、ほうほう、それを置いてですね、はい、その明かりで作品を鑑賞するという展示になります。じゃあもうその館内照明は使わずに、はい、LED のキャンドルライトで照らした明かりで見てくださいと。そうですか、まあ、薄暗いというか。でこのコンセプトが、うん、はい、月と星となので、うん、月明かりで見てると。あ、なるほど、ね、星の明かりで見てると、ちょっと薄暗い中でこういう作品展をこの夏見ようじゃないかと、ね、まあ、またこの方のお名前も秋月明さんだからね、これすごい、月の明かりって名前に入ってるからね、ものすごい縁起の良い名前ですよ ね、うん、秋月さんの秋の字はこう春夏秋冬の季節の秋の字の、これは異体字になるのかな、まあ、乃木編にファイヤーの火を書きますけど、秋の字はね、はい、じゃなくて火の部分が亀の字になって、うん、めでたい字ですよね。これまた縁起がいいですね、うん、こういう名字羨ましいです。あ、なるほどね確かに名字は勝手に作れないからね。そうですね、もう川に田んぼですからね、うん、私は川に田んぼもいいと思いますよ食を読み間違えられることないでしょう。ないですね、うん、いい便利な名前だよ、うん、食を支えていますけど ね、 そうね、まあ、この秋月さんのね、はい、秋月さんのこういう作品と、はい、結構なんか古いいろんな絵とか持ってるそうです、ここには、まあ、文化財化はされてないですけども、うん、そういうですね、古いものはあるので、そういうものをですね、こう普通の展示会の感覚で見るんではなくて、ちょっとこう風流な感覚で見せると、まあ、アートは見せ方みたいなとこあるからね、うんうん、だこれ本当にそのね、いいものを持ってる美術館博物館がいいわけではなく、はいはいはい、やっぱこういうものをですね、どう見せるか、
ていう仕方の工夫もしどころがあるよってことですね、はい、すればもういろんなものが魅力的に見えてくるので LED のキャンドルもね、その今なんかこう本当のろうそくの火みたいに揺らぐやつとかあるもんね。 ありますね、ね、ありますね。もうね、本当全然関係ない話だけど、仏壇もね全部あれにした方がいいよ。もういや本当に危ないから。いや本当ですよ。ね、まあ鹿児島さんは信心深いのでね、ろうそく線香使われるでしょうけど、うん、線香も LED のやつありますから、ね、あれ、ね、もうあっちの方がいいと思いますよ。もう線香とかね、本当にお寺さんとか特に危ないですから、ね、電池代とか知れてますからね、うん、何の話だっけ、こういう見せ方がありますから、伊賀市のミュージアムで、ね、はい、ぜひね、夜の景色というキャンドルライトで照らした月明かりをイメージした環境で薄暗い中で見てもらおうという、まあ、これはなかなか見せ方が面白いんじゃないかと、はい、8月18日までですが、もし伊賀市に行くことがあれば、うん、あるかな、行くことがあれば見てみてください。観光で忍者の里にね、はい、行くことがあれば、まあ、ちょっと足を伸ばしていただければと思います。はい、はい、今日のどこかの企画というのは、伊賀市のミュージアムの話でございました。はい、では、本編に戻りたいと思いますが、はい、今日は、江戸のメディアということで、まあ、瓦版の話をね、前半してきましたけども、はい、まあ、結構その言論統制じゃないけど、幕府がこれは書いちゃダメとか、そんな売るなとか言ってきたという話をしておりました。うん、で規制されて、はい、いろんなこう抜け道を探しながら出版は瓦版を出すわけですけども、うん、はい、やっぱそれがですね、うん、まあ、緩む時期が来るわけですよ、どうしても。あ、まあ、なるほど。それは緩む時期っていうのは江戸幕府が弱まる時期と重なります、うん、まあこう貢献力が弱まる時期、はい、それがですね、うん、1850年代、ああ、もう幕末じゃないですか。幕末ですね、はい、になってからですね、はい、だんだんこう瓦版も、うん、乗りに乗ってきて、うん、もういろんなことを書き出します、はい、そういうのはですね、現存するのが多い、あ、なるほど、わけですね、まあ、数も出たでしょうしね、はい、うんうん、でやっぱでもこの時ですね、もうごたごたしてますし、はい、やっぱり50年代もうごたごたし始めるか、ごたごたしまくってますし、うん、でやっぱ災害多いんですよ。あ、災害も多いんだ、ね、はい、うん、で特に大きくやっぱ報じられたのがこれ安政地震ですね。安政地震ね、はいはいはい、安政地震の時はものすごくいっぱい、うん、瓦版が出ました、はいはい、そしてもう一つ、うん、これこの時ですね、はい、300種類ぐらいの瓦版が出回ったと言われてるんですが、はい、それが黒船来航、まあ大事件でしょうからね、うん、嘉永6年と嘉永7年に来た黒船来航の際ですね、はい、いろんな瓦版が出て、はいはい、いろんな黒船が描かれて、いろんなペリーの絵が描かれてと、うん、いうことです。大変だったそうです、うん、そうか、まあみんなこぞって絵を描くわけだ、うん、うん、でこうなってくると、はい、もう江戸幕府がもう倒れます、うん、でだんだんこうもうね、瓦版っていうメディアももう乗り乗ってます、うんうん、なのでこっからですね、どんどんこう今の新聞というか、はいはい、もうだんだんメディア化が始まるというのが、うん、この日本のメディアの流れになってきますね。まあ、本当かどうかわかんないですけど、新聞っていう言葉は江戸時代になってから使われるようになるらしいんですけど、うん、ニュースっていう英語をどう訳すかっていうのを、はい、みんなでいろいろ考えた結果、はい、福沢諭吉だったかな。そうですね、福沢諭吉ですね、が新聞でいいんじゃないかって言ったっていう話がありますね。新しく聞いてきたことをという、 そう、それもすごいすごい話ですよね。うん、だからやっぱ福沢諭吉さん、うん、そういうとこっていけば、ね、もっと人気でいいんじゃないかなって。いえ、福沢諭吉はもう日本で一番人気のある男でしょメジャーですけどね、まあ、ちょっとそろそろ引退されました。引退されましたけども、うん、まあそうですか。まあまあという、まあ、江戸時代末期になると黒船がたくさん描かれたりとか、はい、まあ、やっぱりあれですね、そういうこう貢献力が強い間は規制も強かったり、うん、いろいろこう制限もあったりしたけども、ちょっとまあ政情不安定というか ね、 そうですね、力が弱くなってくると一般の人たちがもうバリバリいろんなことを書き始めると、うん、いうことになってくるわけですね。そうですね、うん、でそのここでまた話変わります。はい、瓦版をここで終わりまして、うん、でも瓦版、うん、書いてました、うん、で出版いろんな関税の改革とか漁法の改革で結構な、うん、制限を受けて書けなくなります、はい、好きなことが、まあ、好きなことを書くなよっていう時代がありましたと、はいはい、でも好きなこと書きたいじゃないですか。まあまあそういう欲求はあるでしょうね。欲求はありますよ、うん、もう今の SNS と一緒で、はいはいはい、好きなこと書きたい、好きなこと書いてるねみんなね、うん、そういうものがですね、実は江戸時代にもありました、はい、でこれなんていうかというと、うん、落書きと書いて落書、落書きと書いて読み方は落書なんだ、はいはい、あと落ちる首とかで落首、なんかあんまり穏やかじゃない落ちる首で落首、はい、でもこれはちゃんとした名前ですよ、はい、落首で、これ何かというとですね、うん、これ時の権力者に対する批判とか、うん、社会の風潮に対するまあ風刺、うんうん、あざけりを含んだですね、これ匿名の文書になります、はい、で、はい、これなんで落書きと落書落首というかというとですね、うんうん、これは出版してるわけじゃないんです。ほう、もう文字通り、うん、人目に触れやすい場所にですね、はい、わざと落としたりとか落としたりほう
相手のですね、こう何かこう文句を言いたい人の家の壁とか門とかにザッと書くわけですよ、人が見えるように。そういうものをこう落書、落書と言います。まあ、まさに落書きだね。そうです。本当に落書き。落書きの語源がこれなのかな。そうですね。はい、で落書というのはもう平安時代からやってます。あ、そうなの。はい、時の貴族たちがもう相手の家の壁にザッと書くと。まあなんていうか平安とかだと権力争いでそういうなんか風評とかを利用するみたいなこともあったでしょうし、ね。そうですね。まあ、それがかなり大きいと思うので、でこう。書かれるということは、まあ、油断してますから、はいはいはい、そういうのもマイナス評価になってしまう。なるほどね。ということで、こういうことが落書というものが起こった。で、その落書のうちですね、落書のうち、まあ、これも諸説あるんですけども、和歌の形式で読まれたもの、なるほど、もう落書というと言われてます。一種二種のあの種なんだね。そうですね。首を落とすじゃなくてね、はい、そっちの意味もあるらしいんですけども、そっちの意味もあるのか。捕まったら首を落とされると。あ、なるほど。いうことでやべえこと書いてる自覚はある。そうですね、まあ、ですけどまあおそらくこう和歌の方が強いかなと思われます。なるほど。だこういうのがですね、この河原版と並行して行われるわけですよ。だ河原版でこう表の情報を出して、はいはい、一応ルール守ってるよと、はい、規制を守ってやってるよっていうのをやりながら、裏ではそういうのを書く、好き勝手なことを書くメディアも一応持ってたという。そうですね。でこの落首っていうのがですね、やっぱちょっとおしゃれというか、はい、江戸っ子っぽくてですね、うん、まあ、一個今回持ってきたんですが、はい、これ桜田門外の変というものが、はいはい、大事件が起こります。当時の大事件ですよ。トップが、政治の事務方トップが暗殺されるって。そうです。しかも江戸城を出た瞬間にやられるわけですよ。まあまあね、大変な事件ですよ。でこれをですね、報じる落首というものが、はい、どこかに書かれたそうで、はいはい、これをですね、実は集めた文書があるんですよ。今東京堂出版というところから、今これも絶版になってると思いますけど、はい、江戸時代落書類集というものが上中下巻で出てます。いろんな上中下巻たくさんあったってことがこれでわかる。いやもうとんでもないよ、あったみたいです。いろんな本が出てるね、うん、その中に桜田門外の変の際の落書というものが残されてまして、うん、これ桜田門外というものには、うん、水戸藩士が関わってます。あ、そうだよね。なのでみっともない、うん、みっともない、みともない、みっともないが水戸とかかってる。はい、うん、西洋筒を打ち込まれ、おでこれいい直すけどですね、はい、家紋の神という、はいはいはい、役職なので、うんうん、家紋取られて火の門、うんうん、銃ですね、家紋取られて打ちようもなし。みともない西洋筒を打ち込まれ、家紋取られて打ちようもなし。はあ、ちょっとうまいですよね。まあその海外からの圧力に負けてみたいなことですかね、うん、そういうことですね、うん、そこに西洋筒を打ち込まれたと、うんうん、でもどうしようもなかったというふうなことをですね書かれた落書があった。まあちょっとこう政治の風刺というか批判というか、うん、みたいなことをまあ分かるような分からんような感じで書いてると。そうですね、いうところですね。で、うん、この、うん、これうまいじゃないですか。うまいね。この走りがですね、いつかというと、うん、はい、これ宝永年間といってですね、1700年代前半です。おお、江戸時代真ん中ぐらい。もうほん、いや本当にもう江戸時代のもう本当に1706年とかそのあたりですね。はい、はいはい。でこれ何があったかというと、はい、これ1709年に徳川綱吉という方が亡くなります。もうあれですね、生類憐みの霊の。そうですね。五代将軍。はい。犬の人です。犬の人です、はい、お犬様。お犬様、はい、でこの時はまあその完全なる出版統制は出てないですけども、うん、まあ、軽い出版統制はもう出てるわけですよ、うんうん、だからあんまり好きなこと書けない、うんうん、その時に皆さんこういうのを書くわけですね。落書を書いてた、はい、でやっぱ徳川綱吉っていうのは、うん、こう生類憐みの霊とか、うん、あと貨幣を改鋳したわけですね、はい、あ、はい、貨幣改鋳もやってますよね。で、うん、まあ、生類憐みの霊っていうのは、うん、今はちょっと見直されてますけども、はいはい、やっぱり当時から全然評判良くないんですよ、うん、あ、じゃあこれだってみんな思ってた、思ってる、うんうん、なのでこう徳川綱吉に対しても世間の評判っていうのはめちゃくちゃ低いわけですね、うん、なんかよくわからんこと言う将軍様だと、はい、うん、でなのでその方が1709年に亡くなって、うんうん、六代の家信という人が将軍になるとですね、うん、ちょっと皆さんこう、うん、なんでしょう、次はいけるんじゃないか、あ、まあ、ちょっとこれまでまあ変な人だったけど、はい、変わって雰囲気変わらんかねと。そうです、世の中良くなるんじゃないかっていうのが落書に向けられてですね、なるほど、ものすごい量の落書が江戸時代始まって以来の落書が作られたそうです、でその内容はほぼ全て綱吉とその綱吉の周りの家臣たちに向けられたものが多かった、はいはいはい、そのうちの一つを今回ちょっと紹介しようと思います。宝永落書というものの中の、はい、鹿島大明神神託という、鹿島大明神のご神託がこうだという落書がありました。
にこれがですね、天正大納言にご神託でございます。これ天正大納言っていうのは六代家信のことですね、はい、ほうほうほう。年々の困窮は、これ綱吉の家臣だった柳沢、荻原、稲垣という薬神の仕業であると。薬病神のこの3人の薬病神の仕業だ、と。でこの3人が先の綱吉を惑わして、大名に頻繁にご不審の手伝いをさせ、まあ、土木工事の手伝いをさせて、特にこの宝永噴火がありましたから、宝永噴火の後、砂よけのためといって諸国から、諸国の大名からですね、はい、石高100石につき、金2両の薬代という称するものを徴収して、民を苦しめて、借金の淵に沈めようとしていたと、こういうことを書いてる。ひどいことを書いてる、ね、ひどいこと。すごい批判的、だけども、ありがたくも、東照大納言、これ家なりですね、はい、家信ですね、家信と、はい、その家臣である人たちのことに対して、真鍋大明神、松前大菩薩もう仏様になっちゃってる、なっちゃった、この方々が現れなさったと、だから、この間ちょっといろいろあって注略してますけど、はい、これからは、いよいよ国土安全だと、でいろんなことが成就して、借金の病もなく、これは民は繁盛するという鹿島大明神のご神託が出たっていう楽勝が書かれたそうですまああれですね、政府は政権交代後が一番支持率が高いの話です、ね、そうですね、まあ、大体ね、はい、新しい政権に対する期待感が現れてるんですかね。そうです、でこれに対する楽種も書かれてまして、はいはい、鶴は飛び、ほう、亀の甲府の実をなれば、ほう、宝永宝永と民は喜ぶ。これ鶴は飛んでいきました。はいはいはい、鶴という綱吉さんは飛んでいきました。なるほど。で亀の甲府というのはですね、これ、家信がですね、元甲府藩主です、あ、なるほどね、はいはいはい、甲府の人が来た、その身をみんな、やっと宝永だ宝永だと、民は喜んでいると、いうような落首が書かれたと。これでもあれですね、そのオフィシャルに出版されたものではなくて、はい、貼っつけられたり落とされたりしながら広まったものであると言いつつも、その時代の人々のこうなんていうかこう心情というか、本音の部分が読み取れるから、結構貴重な歴史資料でもありますね。いや、これ相当貴重で、表向きの文章ではないところに現れる本音みたいな、はい、そうですね、で特に、さっき落書っていうのはこの平安時代からあったというふうに言いましたけども、この江戸時代っていうものができるまでやっぱメディアっていうものはほぼないに近いわけですよね、そうだね、なのでこの一般向けのものはね、そうですね、なので、平安鎌倉とかっていうのは、この特に京都ですよ、はいはい、京都のちょっとこう治安の悪い地区が今とは違いますよ、昔の治安の悪いところがあったんですけども、そこ辺にこう書かれた落書っていうのが記録されて、後世に伝わってる場合があるんですが、そういうのが結構いろんな本当に貴重な歴史資料になってるっていうのが多いですね、だからもうなんかね、落書き一つ取ってもね、後の時代になるとこれがどんな価値を持つかさっぱりわからないよね。いや本当ですよ、もう SNS なんか見てるとひどい発言もたくさん見るけどさ、見るけど、まあでもそれが後で歴史的価値がある記録にならないとは限らないから、そうですね、意外とね、ちょっとピックアップしていけばですよね、だから歴史っていうのは、もう言ってしまえば、日本のトップの人たちのみの歴史を追ってるだけですから、はいはい、オフィシャルな資料だけ見てるとそうなるよね。そうですね、だからそこに庶民がどう考えてたかみたいなものを記す資料としては貴重だな、貴重ですよ、はい、こういうもう江戸になってから情報量ってすごく増えるんですよね、はいはいはい、まあ、一般の人が触れられる情報量というのは増えるだろうね、いやだけどやっぱさ、こうたくさんの人の目に触れることの意味ってあるじゃない、はい、いろんなことを考える人が世の中いるわけだから、情報があれば、あ、それだったらこうしたらいいんじゃないかとかさ、こんなこともできるんじゃないかっていう、こうアイデアにつながるのってやっぱ情報があるかないかってすごい大きくて、限られた情報の中でしか暮らしていないと、やっぱ思考の幅も狭まるからさ、そうですね、なんか社会のこうなんかなんていうのかな、こう流動性が低くなりそうな気がするけどね、でこんだけメディアというものが発展していろんな情報が、はい、江戸庶民一応持ってるわけですよ、はいはい、技術や情報とか、はい、でもそれ江戸時代の幕府が規制するわけですよね、だからこう作りたくても作れないみたいな、出すのに出せんって言った時の明治時代ってなった時の、あの
日本の紛失の仕方って多分そういうのがあったんだろうなっていう。ああ、はいはい。まあ、その、こう、制限が強かった時代が終わって、それこそ新しい時代になったぞっていう期待感みたいな。うん。そこの爆発力はまあ確かに。あったんでしょうね。だから、明治時代のあの、なんでしょう。明治の人たちが海外用に作ったいろんな、なんでしょう。いろんなこう、差し物とか。青銅のなんかこう細かいものとかあるじゃないですか、はい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 、ああいうのってやっぱり江戸の人たちがこうために食べてたもんだったんだろうなって鬱憤が溜まって爆発した結果だったんじゃないかっていうだったんじゃないかなと、まあ、それにこのメディアも一役買ってなかったかなとそういう見方はできるよねというのがですね、まあ、今日はあの江戸時代のメディアで、まあ、瓦版からの話でしたけど、まあまあ、我々やってるラジオは大正時代からですけどね、はい、なんかラジオの世界はラジオの世界でやっぱりいろんな歴史をたどっていてやっぱ一番大きいのは戦争ですよね、うん、いろんな戦争にやっぱこのラジオが様々な形で関わっている、はい、まあ、一番有名なのは多分極音放送だと思いますが、うん、様々な形でやっぱラジオってのは関わっていて、で、なんていうのかな、ちょっと真面目な話をしますけど、はい、なんかね、そこに対するこうなんか反省みたいなものはやっぱりあったんだと思うんですよ。これはまあ、うん、多分国としてもそうだし、メディアの業界としてもそうだし、まあラジオだけじゃなくて新聞もそうですけどね、うん、そのこう事実を事実として書けない時代があったわけじゃないですか、はい、新聞もそうだしラジオもそうだし、大本営発表みたいなところをだけを報じ続けてきたがゆえに、その失われなくていい命が失われたりとか、うん、ね、こう世界がこう変わってしまったというところは、まあ、反省としてもあったんだと思うんだけど、うん、ちょっと一個、ね、紹介したいことがあって、はい、あの我々あの放送局はね、このうちのような大変小さな放送局でも、あのこう放送法という法律に基づいてやってるわけですよ、うん、一応ね、はい、放送免許をもらってやってるわけですから、で、ね、放送法の条文の中でね、あのこう、まあ、我々がというか、まあ、個人的にこれはとても大事な条文だなと思っての一個紹介しますね、はい、放送法の第3条です。割と最初の方に書いてある短い文章なんだけど、放送法第3条、放送番組は法律に定める権限に基づく場合でなければ、うん、何人からも干渉されまたは規律されることがないって書いてあるんですね、うん、これはあのだからまあ憲法からあの派生するいわゆる報道の自由のことを言ってるんですけど、はい、だからね、あの自由に報道しなさいって法が言ってるんですよ、うん、まあ、ちょっと心配なのは前半のところで、法律に基づく場合でなければって書いてあるので、うん、だからね、こう報道を制限できるよっていう法律ができちゃうと、制限できるってことになっちゃうので、まあ、そうならないようにね、我々はやっぱり、自由な報道を守っていかなきゃいけないなっていうふうにもね、また思うんですけど、うん、これはね、放送人であれば知っておくべき条文だなと思う。3条なんですね。第3条。早いですね。だから割と最初の方に書いてあるんですよ。うんうん、で、あの放送法ってすっごい細かい改正がすっごい細かくあるので、あのね、枝番がいっぱいあるの、こう何条の何とか、はいはいはい、枝番いっぱいあるんだけど、ね、はい、2条までね、すごい枝番いっぱいあるのよ、はい。だけどね、3条はね、あの枝番なしで、この1文しかないの。ああ、じゃあ。これはだから、まあ、いろんな、ね、理念的な条文だとか、いろいろ言われるんだけど、うん、法的拘束力は限定的だとかね、いろいろ言われたりするんだけど、でもね、うん、放送法という法律の中においては、極めて重要な1文じゃないかなと思っているところなんです、ね。もう、触れられないってことですかね、もうね。う基本的には誰からも干渉されないよと。うん、放送というものはっていうふうなことを、ね、言っているというのを紹介したかったんですけどね。そこをね、そういうのやっぱ、うん、この江戸時代っていうのも同じようにあったんですよね。そうだから本来は報道ってそうあるべきだというふうに思うんだけど、うん、まあね、あの幕府がそれを規制したりすると、うん、あのそれに対するこうなんていうかカウンターパンチとして楽勝みたいなものが生まれるまで、やっぱ面白いなと思います、ね。今の時代何が生まれているんですかね。いや、ね、SNS ですよ。やっぱり SNS かね、ですよね、やっぱね。まあね、あの俗に便所の落書きって言われたりする、あのひどい書き込みも見ますけれどもね、見ますけれども、でもやっぱなんか、そういうことを言いたいみたいな欲求は人間の根源的なものとしてある気がしますね。まさにこれね、楽勝楽手なんて、うん、江戸時代の SNS とかありますよ。で、これ特徴として、ちょっと言い忘れたんですけども、はいはい、書かれるじゃないですか、はい、この壁にだーっと、はい。で、人がいっぱい見るじゃないですか。うん、で、この情報って、うん、江戸市民とかに口コミで広がるんですよ、うん、あ、口コミで広がるんだ。どんどんここにこういうのが書いてあったっていうのがどん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 広がっていくっていうのがこの特徴なので、はいはいはい、もうまさに今の SNS と変わらないリツイートされるどんどんリツイートされる、拡散されるから、ね、でどんどん内容ちょっと変わっていくっていう枝葉がついていくまあいつの時代も一緒ですね。うん、こう媒体が違うだけでね、伝わり方は一緒だなということですけど、うん、まあでもあれですね、こう江戸時代は結構災害とか火災とかね、そういうのが多かった時代なんで、こうまあ今日のテーマ出ますけど、こう情報が誤って伝わることの弊害みたいなのはありますよね。そうですね、デマというかね、うん、災害報道で未だにずっと問題になるやつですけど、ね、そうですね、もう最近もちょっとね、いろいろありましたね、デマをどう防ぐかみたいなとこありますけどね、うん、なんかこういうのを見てると、うん、
いろんなこの、なんでしょう、技術とか、いうものはどんどん発達して、どんどん先に進んでいきますけど、人間自体は一切変わらないんだなっていうのがね、よくわかりますね、これはね。メディアシーをやるとね、もうちょっと後の時代になる、もう本当にもうちょっと後ですね、江戸時代から明治に変わりましたぐらいになると、電信が入ってくる。はい、はい。これも結構大きなインパクトだったって言われてますよね。相当でしょうね。こう、人はいらないというか、そうというか。遠隔地にね、で情報を届ける手法として、うん、まあこれもいろいろ諸説あるところだと思いますけど、薩摩藩は割と早くから電信研究してたっていう話もあり、成明さんが東の方のというね、仙岩園で実験したことがあるなんて話もあったりしつつ、うん、まあでもちょっと時代が下って西南戦争が起こると、電信を活用できた政府軍と、うん、そういうものを持たなかった西郷軍がどっちが勝ったかみたいなところはちょっと皮肉に感じるみたいなね、皮肉ですね、というところはちょっと思ってしますけどね、うん、そうですね、うん、だから文字が電気で飛ばせるだけで衝撃だったのは、衝撃だったわけじゃないですか、はいはい、もうラジオなんてすごい衝撃だったでしょう ね、声が聞こえてくるんですから、うん、うわーという、ね、これもね、いろんな話ありますよね、旧日本軍はね、絶対に解読されない暗号として、うん、殺遇方言を使ったとかね、まあいろんな話がありますありますけどもね、こういうの掘ってすごく面白い、ねはい、大変面白いなと思います、ね、メディア誌みたいなところにね、皆さん興味持ってもらえるといいなと思って、今日は江戸のメディア、河原版から行きましたけども、ラスト曲短い、もうちょっと時間ありますですけども、まあメディア誌、今日は江戸時代からまあ幕末ぐらいまででしたけど、ちょっと時代がずれるとね、またね、いろんなものがあると思う。そうなんですよ。まあ明治以降もメディアの発展目覚ましくいろいろありますね。その辺扱ってもいいと思いますし、逆にこれ古い方も面白いんじゃないかな。そうですね。もっと古いものとかですね。うんうん、ちなみにこれ河原版って意外と、はい、長く生き残っててですね。はい、明治20年代ぐらいまで。うん、あ、そうなんだ。はい、河原版ってものあったそうですから。ああ、もうじゃあ明治時代に入ってからも河原版として売られてたものもあった。まあ、そうでしょうね。そうですね。そんなにいきなりバンと新聞にならないよね。しかも安いですからね。あ、そうなの。半紙1枚刷りで3本から6本なので、まあ100円。ちょい、はあはあ、ですか。100円、200円。なるほどね。まあ今のコンビニで新聞買いますぐらいの感じで書いてたってことだね。うん、まあ、こういうのがね、ここの時代になるとここまで来ますけど、本当に江戸より前のメディアっていうのは気になりますね。うん、楽勝以外に何があったのか。まあなんかはあったでしょうけどね。のろし。のろしか。いやだから、そうな、遠隔地に伝える仕事としてはそうだけど、こういうほらなんかこう、庶民に何かを伝える手段みたいなのも、うん、なんかあったでしょうね。なんかあったんでしょうね。なんかあったでしょうね。うん、そこもね、結構いろいろ今から。はい。ですし、今やってる大河ドラマも、まあ文学の話だけどさ、次の大河ドラマも出版の話ですよ。まさに。なんかね、この辺の話はね、ちょっと今ホットな感じがするんですよ。はい。僕の大学の専門分野ですから、はい、いろいろ新しいものがあったらちょっと。ここで話をしようかなと思いますよ。そういうのやったんだよね。そうなんですよ。たったん実は学芸員さんだからね。学芸資格持ってますから。実は。実は。失礼だ。意外と。実は失礼だけども。はい。学芸員さんだからね。はい、この辺の話を。まあ、だから今年はね、ちょっと、そういうのまた扱っていければなと思いますけれども、はい。皆さんにも興味持っていただければいいなと思います。では、今日は江戸のメディアということでお送りしてきました。たったん今日もありがとうございました。ありがとうございました。では、ラスト曲紹介お願いします。早く涼しくなってほしいということで、ジョナス・ブラザーズ、クール。